女性院は、修行の終わりに二つかそれ以上の音節を応援したもので、通常、最後の音節は、アクセントの弱い音節になる。二重院とも呼ばれる。女性院は、英語誌においては、比較的稀で、通常は、特殊効果として用いられる。しかし、ヒューディブラス的という主形では、その喜劇的要素を表現するのに、女性院は徴用され、 また、リメリック詩でもユーモアを表すために、風変わりな女性印を使うことが多い。アイルランドの風刺作家女ナサン・スウィフトの詩のほとんどは、女性印を用いている。ウィリアム・シェイクスピアのソネット集の中でもユニークな第20番は、女性印のみを使って書かれている。フランス語詩における、女性印は、最後の音節が無音の E で構成されているものを言う。 客員をなす語がたとえ男性名詞や形容詞男性形であっても、因としては女性因として扱われる。例を挙げると、この資料において1行目と3行目に見られる客員が女性因であるが、エクイピージョス、ボイジズはいずれも男性名詞複数形である。これにより、文法上の性と客員の性は必ずしも一致しないということがわかる。 さらに述べると、上の死行の2行目と4行目は男性員を構成しているが、マーズは女性名詞複数形である。このように最後の音節が無音の意で構成されない、女性名詞は男性員を構成することとなるのも、上で述べた通りである。古典的な手法に従って作られたフランス語詞では、男性員と女性員は交互に用いることが原則とされていた。 客員の配置としては、上で例として挙げたように、男性員と女性員を交互に配置する、公員や男性員と女性員を2行ずつ配置するタイライン、または連続員、同一の客員を持つ2行が、タイラインの2行を挟むように配置される、法要員がある。ありがとうございます。